しょうやでーす。マイクラやってて全然できなかったんだけど、ヘローネイバーっていうなんかちょっと私が前からね面白そうだなと思ってたゲームのデモが配信されてたんで、ちょっとやっていこうかな。ちょっとねやるの初めてで、何をすればいいのか、なんか住民に追っかけられるの？これ開かないな。もうなんかメニュー画面もなんかいきなり始まったんだが、これはどうすればいいの？これジャンプもなんかすごい滑らかな感じ。これ外に出ればいいのかな？どうすんのこれどうすんのこれ。あ、E で開けるか。了解了解。 E で開けるらしいぞ。全くわからないんだが、さあこれは自宅ってこと？すごいなんか大雑把な何にもない家ですね。あ、今越してきたってことかなこれ。なんか昔なんか60年代の香りがする車が止まってるぞ。しかもなんか家にいるような音がするんだが、これなんだなんだなんだ。でどうすんの俺。じゃあ近所の人に挨拶しに行けと。この足音がまた何とも言えないね。でここには何もない。デモ版っつうことだからね、いいのこれ入って。ドアどうした？なんかいきなり変な、これホラーゲームだろ。なんかチュン、うわうわうわ、なんだなんだ、眩しいぞ。おい大丈夫なのかここは。なになに、なんだ、何が起こった、何が起こった。あれはやっぱりあの人から身を守れってこと。勝手に入ったらそれ怒られるわな。どこにいたの、全然分かんなかったけど。なんか2階に上がれないようになってるね。このドゥーンと音がした時には人が来るってことでしょ多分。え、外にいてもダメなの？こういうとこから入ってはいけないの？ゲームの目的が全くわからないからな。どうした、なんだこの部屋、完全にアップサイダウンになってんだけど、どういうこと。とりあえずまた家の中入ってみる。家の中入らないと話になるよね。それともガラス割って侵入とか。え、何何何、すごい主人公の特殊能力。主人公の特殊能力がすごすぎるんだけど、何この技、バグだよね、どう考えても。何語、そしてあそこの部屋に入ろうとしたらやられてしまったから、今度はどうなってる？行くよ。どこにいるんだろう？わかんないからね。とりあえずこういうとこ入ってみる。あ、こういうとこ入れるんだね。これはあの住人に見つからないようにして物をパクるゲームとかそういう感じ？うわ、なんかトラップ仕掛けてある。なんかアイテムとかを、あ、いるいるいる。そりゃそうだよね、人の家だもんね。ちょっと待って、ここ閉めて。これはダメなやつだろ、多分引っかかっちゃう。なんかアイテムとかないの？大丈夫かな、ここ確実に危ない危ない香りしかしないんだが、これ自分の足音なのかあの人の足音なのかわからないっていう。大丈夫？大丈夫っぽいね。行こう。とりあえず閉める。これは何これ？オープンだって。あ、これゲート開けるやつかな？あー、これで開けられたのかな？あー、いた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 。これ脱出経路を確保したぞ。怖すぎるんだが。ステルスで行けっつってもさ、どこにいるか全然わかんないもんね、レーダーとかもないから。どう？大丈夫？ここは開かないのね。怖いんだけど。ここは閉まってるってこと？閉まってるね。なんか絵が不気味だ。大丈夫？よし、行くよ。あ、なんかダメみたい。なんかピッちょっと待って、入れる入れる入れる。
大丈夫だった？ピーンって言ったけど、めっちゃ走ってる。怖え。俺は一体何のためにこれしてる？なんかどっか開けてるぞ。歩いてる歩いてる。影とかも映らないからね。すげえ走ってる音するんだけど。ここで来てみようか。よいしょ。はい。これでピッと音鳴らしたよ。また来んじゃないの？あれ？来ないの？あ、ここ開いた。開いたけどこれ出るとこじゃん。何すればいいの俺は。なんだよ。2階に行けってことか。ちょっと待って、じゃあ2階に行こう。2階に行くためには多分そこをあの人に開けてもらわないとダメってことだよね、多分ね。そういうことでしょ。大丈夫か？これとか拾えないのかな？近くにいるらしいんだけど。ああ！一体何をすればいいんだよ、だから。教えてくれよ、俺に。開けな。ああ！ああ！捕まった！どうすりゃいいんだっつうんだから。どうした、どうした、なんてお前可愛いのか怖いのかわからんぞこのゲーム。あ、開いた。なになになに、え、どういうこと、あれ捕まっちゃいけなかったの、なんだよこの悪夢のゲームは。いたいた、なんか歩いてんだけど、ちょっとなんか自分の家の窓割って入ってったぞやつ。どういうことだ、なんか仕掛けじゃなかったか、俺まだ入ってないよ。ここは？ここからは入れないの？どうやって、どうすればいいんだろう。いや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 、おかしいだろって、おかしいだろって、おかしいだろって、俺イエスだぞお前。おかしいだろって。さあ何回捕まっただろうね。いやいやいや、あの上まで行ってみたいけど、難しいゲームだねこれね。あ、また変なの仕掛けてある。よし、じゃあまずピンポンして呼び出しますよ。よいしょ。で一回離れて、さっきこの時点で見つかったからね。で出てくると思います。ここにいれば大丈夫でしょさすがに。調べてる調べてる。で、また家の中入ると思うんで、警戒してない状態だと多分テレビの前に行くと思うんですよね。テレビの前に行った。はい、テレビ座りましたね。オッケーオッケーオッケー。で、それに引っかからないようにして、まず、失礼いたします。で、こっち行って、なんかあんのかな、使うべきものが。ちょっとわかんないんですけど、いろいろ。で、立ち上がらなければ、ここから、さっと行けるはず。それでね、ここからが問題なんだよね。鍵が閉まってるとこと、やっぱあの人に住人に開けてもらわないってダメみたいなんですよ。ここ見てないな、そういえば。あ、ここ閉まってる。まだ歩いてないね。で、この奥の部屋、なんか赤いね。あった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 。こういうとことかって開けられんの？もう開いてんのこれ。出られないね。これは多分ヒーティングだと思うんで、ここでなんかするとかは別にないんだよね。水を出す、なんだろう。じゃあとりあえず次の呼び出しポイントはここなんですよね。ここをピーって鳴らすと住民が飛んでくるんで、来た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 。でここからが難しい。あの人が行ったら、あの人が行ったら、次どこにいるのかが問題なんだよね。ここで出会ったりするから、たまに。あ、
家の外行った？どこ行ったんだろう。もう見つかったらアウトなゲームなんだよ、ね、多分。はい、いた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 。あかあかあか。あ、どこ入ったぞ。あ、いたよね、今ね。ここに入る。よし。で、次はこのテレビをつけて、よいしょ。で、ここに入る。これ夜のステージだともう何も見えないんですよね。で、多分入ってくると思います。で、そうするとテレビに詰まってんだけどやつ。おい、どうなってんだよこのゲーム。どうすんだよこれ。どうすんのこれ。さっきね、これで出たら死んだんですよ。そりゃそうだよね。もう永遠にテレビ止められないのかな。あ、どうしたの。開いて、やめてよ、ちょっとやめてやめて。チラッと見れる。これってもう積んだってこと。これって積んだってことだよ多分ね。出ますよ。じゃあこりゃ、あ、出られない。なんか知らないけど。あ、あ、そういうこと？なんか、ここに罠を仕掛けられたみたい。なんて野郎だ、あいつ。で、あいつはテレビから出てこないっていう。なになにこれ？どういうこと？痛い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 。やめてよ。ここに何個罠仕掛けてあんだよ。おかしいだろって。どうすりゃいいんだよ。トマトはぶつけられるし、早く殺してくれ、殺してくれ、もうやって一思いでやってくれ、トマトなんてぶつけてないで。